これ倒すかどうね。こうしてなるべく近づける。そしたらこう、北海道の札幌市 Y さん、もう少しお待ちください。静岡県熱海市の K さん、もう少しお待ちください。あ、カタログになっちゃった。舞鶴市の渡瀬さん、ちょっと W さん、もう少しお待ちください。いや、少しな。山形県天童市の赤塚くん、もう少しお待ちください。東京都北区赤羽のホビーショップフロンティアさん、そこじゃねえか。じゃあ郵便ポストで届けたちゃんとね。山形県天童市桃美園の MC ガタさん、もう少しお待ちください。待ってねえよ。あとこれだけですよ。はい、静岡県藤枝市 Y さん、もう少しお待ちください。何人かの皆さんが手伝いに来てくれました。ありがとうございます。まず1回で浜くん、はい、広安さんもありがとうございます。よいしょ。疲れて休んでる人もありがとうございます。乗っかる場所なくなっちゃう。
気合でこの上に乗っけんのか。次郵便局に持っていきます。はい、ありがとう。郵便局、これ全部積んだ、気持ち悪くなっちゃった。はい、ということでこちらを郵便局にパスして、あとは郵便屋さんお願いします。郵便屋さんが数えて、ここで待ってろ、待たされて疲れちゃった数えるの時間かかるって。トイレ行ってきていいですかっていいですよって、赤羽郵便局様、何卒よろしくお願いします。はい、ということで、2018年の3月だったかな以来、約5年ぶりに新しくカタログを作りました。過去にお申し込みまたは当店の通信販売ご利用いただいた皆様にまずは送付させていただきました。でその中でも、通販ご利用の際に営業所止めをご希望されている皆さんには送付はちょっと行ってないです。こちら作ったカタログが、まあ多分半年ぐらいでなくなると思うので、その頃また来年の何月になるか分かんないですけど、まあ、春か夏かっていうところですが、でその時にまた来年の分を新しく商品が入れ替わっていくので、それで作りますので、まあ、その時にはまた同じような手順で送付させていただくのですが、いやもうなんていうかな、もうちょっといいやっていうね、万が一こうすでに申し込んでいただいてたりした方で送付を希望されない場合は、大変お手数ですが弊社に連絡いただくか、またはウェブサイトから定期購読解除 のボタンありますので、そちらでちょっと対応していただけると幸いです。トルーパーズの商品にちょっと興味あるなっていう方いましたら、下の説明欄からプロギアカタログの無料送付の申し込みいただけると送付させていただきます。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。